皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。今日は、先日放送されました、プレミアメロディックスの感想についてお話ししたいと思います。まずは、感想の前になんですけれども、もし見逃してしまったよっていう方がいらっしゃいましたら、安心してください。まだ、あの、見ることができます。 今、TVer とギャオで見逃し配信されてまして、5月17日火曜日の11時59分まで、午前11時59分だと思いますが、見ることができます。ぜひぜひぜひチェックしてみてください。あの、本当に最高でした。特に、もうあの、SNS で話題になっているので、ご覧になった方いらっしゃるかもしれませんが、 特に兵推しの方、今回要チェックです。それであのー、一つ話題になってたのはですね TVer と Gao のこのプレミアメロディックスのサムネイルなんですけどもレオ単独の写真なんですよね。で、あの私は気づいてなかったんですがどうやら前回もレオ単独の写真だったみたいでこの プレミアメロディックスさんのスタッフさんの中にレオ推しがいるんではないかというふうに噂になってました。で、あの、先日、はるさんがトークが楽しみっていうような動画を上げてくださってたんですけど、本当にトーク最高でしたね。もうやっぱり南海キャンディーズさん最高ですね。あの、以前、 もう結構前になりますがマツコさんの番組にも出てましたよねマツコ・デラックスさんの番組にも。あの時も本当にマツコさんがビーファのこと詳しすぎてツッコミも的確で最高すぎて本当に面白かったんですけどやっぱりね山ちゃんも天の声さんとしてずっとビーファーストのことをねデビュー前から見守ってくださってるだけあって本当に愛もあって。 ツッコミも最高に面白くて本当に最高だったなっていうふうに思います。でそういう方たちからレオは鉄板でいじられ役に回ってますよね。なんかレオって本当に真面目でいい子でね愛っていう言葉をいつも使ってるような好感度マックスの子なので。 なんかそのレオをいじるっていうのは誰も傷つけないというか本当に最高だななとと思いながらずっと見てました。あとですねこれはあのずっと思っててこの今回の番組だけじゃないんですけどマナトの髪の毛ってサラサラすぎません すごいなんであんなサラサラなんだろうってあれだけブリーチとかカラーとかしてるのに本当にサラサラでねもちろんね専属のスタイリストさんとかいらっしゃってケアもね一般人には考えられないぐらいしてるんだろうけどそれにしてもマナトの髪サラサラだなっていうふうにいつも見ちゃいますなんか髪の毛で言うとドライヤーの話題とかも結構ねビーファのメンバーしてますよねソータもなんかいいドライヤー使った方がいいって言われたからとか あと「しゅんと」もこの前ラジオでいいドライヤー買ったみたいな話しててみんなが何のドライヤー使ってるのか教えてほしいなと思いながらいつも聞いてます。それでここからはちょっとですね具体的な内容を少しお話ししたいと思うのでもしまだご覧になってないよって方で内容知りたくない方は一旦あの閉じていただいた方がいいかもしれないです。 はい。じゃあ、ちょっと具体的な話、話しますね。あのー、もう、今回は本当に、竜兵祭りでしたよね。竜兵が可愛すぎて、やばかったですね。なんか最初のトークの入りからは、結構落ち着いてる。なんで山ちゃんもなんでそんなに落ち着いてんのみたいなところから入っていってからの、 あのチェックアウト忘れ事件で最終的に出てきた最強ワード縫いぐるみですよね。もう本当にかわいすぎてどうしようっていう感じです。でやっぱりファンの方たちもみんなこの縫いぐるみっていうワードで盛り上がっててツイッターすごいことになってました。であの本当に皆さんすごいなって思うのはこういう話が出るとすぐに ファンアート、絵が上がってくるんですよね。で、りゅうちゃんがぬいぐるみと一緒に寝てる絵とか、あとはスーツケースにぬいぐるみを詰めてる姿の絵とかがすごくたくさん見られて、ほんと皆さん上手だし、すごいなーってかわいいなーっていう風に見てました。で、私は気づかなかったんですけど、なんかこのぬいぐるみの話をした時に、りゅうちゃんが最後、炭。 っていうのが聞こえたらしいんですよ。だから、なんか、もしかしたら隅っこ暮らしのぬいぐるみじゃないのっていうので、今盛り上がってます。どうなんでしょう。そうだったら、なんか、可愛いですよね、本当に。はい、そんな感じで、ちょっと今回はですね、パフォーマンスもちろん素晴らしかったです。だけど、なんか、トークのところが盛りだくさんすぎて、楽しすぎて、うーん。 面白かったですね。なんかうん、そうですね一番思ったのはみんなトークめちゃくちゃ上手になりましたね。 普通にこう面白いエピソード最初は本当に緊張しててうまく喋る喋ることに意識がいってるっていうかなかなかね面白くするとか盛り上げるってところまで気持ちがいかなかったと思うんですけど最近はどうやったら面白く話ができるかっていうところまで気持ちがいってて私が思ったのはやっぱり特に料金ってトークがうまいなっていうふうに思いましたあのマナトの鍵事件面白かったですね それから、ソうと俊との大食いエピソードも、すごいなと思いながら聞いてたんですけど、なんかこれを聞きながら思ったのは、うん例えば、You are my bestie とかでもいいですけど、なんかみんながただ食事してるだけの映像とか見たいなと思って、俊ゅとが幸せそうに食べてる姿とか、ソうが本当にどのくらい食べるのかとか、なんか見てみたいなっていうふうに思いました。はい。 で、パフォーマンスについては、本当にもういつも通り素晴らしかったですね。うんなんか、b ーファストのパフォーマンス見てて思うのは、すごく、例えばハイタッチしたりとか、コミュニケーション取りながらパフォーマンスする感じがすごく大好きだなっていうふうに思います。なんか、確かムーブオン、うーんと、合宿の時のムーブオンだったのかな。なんか、りゅうちゃんがスカイハイさんから、 なんか横を意識できるようになったらいいみたいな感じのコメントがあったように思うんですけど今本当にもうメンバー同士でこういろいろねそれこそ配達したりとかいろんなじゃんけんしたりとかしながらパフォーマンスしてるところを見るのが本当に私も幸せです。うん、はいそんな感じですちょっと 私の思ったところ好きだったところをひたすらお話しさせていただくっていうだけの回になってしまったんですけれども本当に今回の、えー「プレミアメロディックス」トークが最高でしたもしご覧になってらっしゃらない方は TVer と GAO で5月17日午前11時59分まで見ることができますので是非チェックしてみてくださいどうもありがとうございました追っかけ情報局リコでした